シャーズのシルクです。これ僕ね、ナホに言われたんですよ。ナホにお前の一日を撮ってみたいと前に俺言われて、でまあ面白そうなんで僕も今やってみようかなと思って、24時間動画っていうより24時間まあ密着みたいな形、24時間丸々放送はしないけど一日の動きみたいなの今回はね、撮っていきたいと思います。はい、僕の布団ですね。まずここからね、5時とかに起床します。ガッチガチのこういう硬いね、敷布団、薄っぺらい敷布団にしてます。柔らかいやつだと僕は暑苦しくて起きちゃうんですよ。よいしょ。で、まずですね、ちょっと電気消して、まあ、朝起きたらですね、まずランニングに行きます。このまま行きます。こんな感じでね、いつも走っております。今日はね、ゴールデンウィークということもあり、少しだけね、走るのをゆっくりめの時間帯に設定しました。昼前くらいか。明日からの動画を作らなきゃいけないので。はい、ただいまと。見て、あのハイレモン買ったらニコちゃんマークのやつ当たった。これ見て、ニコちゃんマーク当たったよ。編集をします。いつもね、セカンドチャンネルの方はダホかペケタン、メインチャンネルは基本僕でたまにんダホなんですけど、今日はたまたまんダホが動画出してくれると。明日の分の動画をね、作りましょう。カット編集が終わりました。これちょっと長い動画なんで、まあ1時間ちょっとかなぐらいなんですけど、アスレチックの動画だと、まあ、丸1日かかるときは全然かかりますね。あれカメラね、だいたい3台ぐらい使ってるんで、 GoPro とサブカメラとメインカメラで、 Amazon の時は多分カメラを、4台かな、ドローンと GoPro とか入れて、で普通のメインカメラサブカメラ入れたら、まあだいたい4台以上、毎週金曜日今上げてるんですけど、間に合わせるので今必死でございます。はい、というわけでですね、今とりあえずカットが終わったので、僕のねまずやること、それはですね、お風呂に入ります。これ昼食です。これ温めております。これをね、お風呂で頭を洗いながら食べます。これ僕ね、バイトしてる時からねずーっとやってるんですよ。あのご飯を食べながらお風呂に入って全部済ましてバッて出るっていうのをね、いつもやってます。夜に、動画の撮影と筋トレをやるので、夕方はね、とある撮影に行っていきたいと思います。ちょ、見えないけど焼きおにぎりとか乗っけてるやつ、なんでこうやるかっていうと、このまま食器を洗えるからです。この食器をここで洗う。 OK。 で、これももうこう、もうこう、よいしょ。まずいまずい、あと4分、バッグ持っていきましょう。おい、携帯持って、で、出るといった形ですね。それじゃまた後でね。どう、じゃあ、シルクです。マッサイ。ゲット。どう、元木。ダーマ。いろいろある日の YouTube の YouTuber の一日とやらを、はい、ちょっと撮りたかったから。まぶしい。日付変わってたね、もう。早かった。ありがとうございます。ありがとうございます。帰宅、帰宅。どう、フィッシャーズシルクです。どうです。さあ、ということでですね、なんですか、2人用だから、お、まあ、じゃあ、まあ2人ですね。うん、はい、動画撮り終えましたとね。あの、いつもこんな風にね、動画撮っております。はい、こんな感じで動画が出来上がります。編集がね、終わるとね、こういうあの、これ14分の動画なんだけど、こんな感じのね、待ち時間です。これがね、編集が全部終わりまして、このまま出来上がってで、そのまままたここから1時間ぐらいね、上げる作業があって、みんなの元に届くと。夜のランニングです。僕動かないとね、基本寝れないんですよ。なのでこうやってやって動いて、体をね少しでも健康に、ちょっとだけ疲れさせて寝ます。今日はね、ここの公園に来ました。なんか、うん、綺麗。明日もね、朝から結構動くんで、いつも通りの筋トレで終わらせました。よいしょ、てなわけでですね、よいしょ、
帰ってまいりましたので、とりあえずは寝ようと思います。まあもちろんね、ずっといつもこんな感じではないんですけど、編集をねもう一本やったりだとか、ジムに行ったりだとか、まあありがたいことに雑誌の撮影とか、テレビに出させてもらうとか、ラジオに出させてもらうとか、撮影ほんと3本一気にこうやったりとか、僕の1日の流れなんですけど、かなり特殊なちょっと1日だったから、また起きたら撮影と編集を頑張りたいと思います。ということでね、僕もこんな感じでね、1日を過ごしておりますので、皆さんもね、気合の帯を締め直して、鉢巻きを締め直して、毎日を一緒に頑張りましょう。では、今日も皆さん、ゆっくり寝てください。じゃあ、アデュー。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、まあ、これもあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。